はい、皆さんこんにちは。サイレントヒル。トゥー。ということでね。これなんですかね。サブ。ストーリー。ハードノーマル、ノーマルにしますか？ノーマルノーマルいってみますか？昔やったことがありますね。まだ自分が小学生ぐらいの頃に一回やったんですけど、その時はこれ難しすぎて、サイレントヒルズ途中で進めなかったですね。でそれで結局やめちゃって、全クリだから実際してないんですよね、サイレントヒルズ自分は。それだからもう大人になってやってみようという。いきなりこっから動かせる、動かせる、いきなり。どういう操作方法？バイオと同じ操作方法ですね。ここに銃的なものはない。ないね、銃は。始まりが怖いよ。公衆便所から始まるなんてね。ちょっとどういうストーリーなのって感じですよね。サルトヒル言ってますね。なんか映画化もされたんですよね、サイレントヒルって。で一応自分は結構映画好きな方なんで、サイレントヒルの映画見たんですけど、1が結構面白かったですね。ストーリーもすごいしっかりしてて、ちゃんと脚本もしっかりしてて、1はなかなか面白かったですね。2見たんですけど、2はちょっともうなんかちょっとグロいだけみたいな内容で、ちょっと2はまあ見なくてもいいかもしれないですけど、1がすごい面白かったです。映像も綺麗で、リアリティがあって、脚本がすごいしっかりしてたんで、1はもう本当見る価値はありますね。すごい面白かった。これ動けないのかな、これ読まなきゃいけないの。動けないですよ、これを読まなきゃ進めないんでしょう。動ける動ける。メアリーの写真。武器ない。素手。
すでかいね。どこ行けばいいの？この車に自由あるとか？サイレントヒル地図。もう何もない的な。地図はいいんですけど、地図が欲しいですね。今ここ。いらないかな、くねくね道。くねくね道行くと一級しかないみたいです。暗いね、曇りで。こっちかな。こっちは来たんですよ。いやもう帰ろうよ。とこのメアリーという方が妻なんでしょうね。それを探しに来たという。そういう脚本だったと思います、確か。こっち行く？行けない？風船。これ以上、このスクールで歩いていこう。封鎖されてますやん、最近。この道か。獣道を行くしかないと。アングルすごい嫌だ。前が見えないこのカメラアングル気持ち悪いですね。バイオでは絶対ありえないカメラアングル。こんなのを走らそうって。よしよしよし、天気は悪いにしてもちょっとこれひどすぎるよね。これで昼間なんですか、こんなの。井戸貞子なんかある。赤髪がある。え、あ、西武。セーブできるんだ、井戸。森、3分。はあ、井戸はセーブできると。またこのアングルかいな。嫌ですね、このアングル、前が見えるから。何これ、赤じゃん。たずれんな。人いたの、こんなとこに。こんなとこに人がいる時点で疑った方がいいでしょ。そりゃそうだよ。This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but
マイケル・ジャクソンの歌がありましたね、デンジャラス。デンジャラス。デンジャラス。ありましたよね。撮ってんじゃないの？撮みんなサイレントヒルに来るときはあれですね、人を探しに来るみたいですね。精神病だなこれは。うわ何これ、すごい霧、悪いわ、この霧は。どっち行ったらいいの、地図。いや、まだここかよ。うわ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 、気味悪い、小屋だな、これ。入れねえしよ。え、なにこれ。進めない。ではないと、まっすぐ行きたいと。えっ、びっくりした、敵来たかと思って。なんもない、とりあえずハンドガンをくれます。サイレントヒルって書いてありますね。この視界の悪さが嫌だわ。人間というのは視界の悪いところをずっといると極度のストレスを感じるようにできてるんですよね。人間というのは視界の悪いところにずっといると極度なストレスを感じるようにできてるんですよ。だからこの早く霧を抜け出したいんですけど、あ、急にアングルが変わった。ちょうだい、まず。え、どういう地図の見方かな。細道、細道を行ってこの町の中抜けていかないといけないと。気味悪い演出ですね、このちょっとこの霧が。
え？血だ。うわー、出た。いたよ。あの気持ち悪いのが痛い。これ行かなきゃいけないの、これすごい嫌なんですけど。いる？いるの？いないな。いないな。今いたよね。え？いないよ。今いたのに。多分もういる、もういる。うお、血ですよ。え、もういるでしょ。入れないし。え、また見てる。この人グリーンハーブあるけど。おおおおお、グリーンハーブ取れるぞ。ファイルがあるとどうやら整理できるみたいですよ。こんな気味悪いところでセーブしたくないですよ。あ、栄養ドリンク。しときますか。駐車場10分。開始10分でまだ敵が一回も出てこないっていう。出ますね。この前見えないアングルやめてくれよ、本当に。なんだなんだ、何何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 何ザワザワ聞こえる。おいおいおい、いる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 、そこの中いる。え、なにこれ？え、キモい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 。え、ちょっと待って、どうやって攻撃するのこれ。先端に釘のついた、違う違う、で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 、え、違う違う違う、攻撃の仕方が分かんないよ。あー、こいつ気持ち悪い。
気持ち悪い。What the hell is it? It's not human. Not human. なんだこいつ。この振り方しかないのか。確かあれですよね、ラジオのノイズが鳴ると敵が近くにいるっていう感じでしたよね、サイレントヒルって確か。え、もう飲んでいいの？え？どんだけ戻らせるの？バットの持ち方もなんかなやなやしてますよね。まず強そうに持てよっていう。ノイズが鳴ると化け物が確か近くにいるんですよ。このノイズ。おいた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 。ほらこれ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 。気持ち悪い。うう2匹いる2匹いる。うわ今いた。え、てかいけないじゃん。あ気持ち悪い。動きが嫌だよね、なんか遺産みたいなの入ってるしさ、本当に気持ち悪いよ、この敵。ほら、この音がすると、おい、キー気持ち悪い。うわ、食らったよ。絶対病気になるよ、これバグじゃないのこれ。あ、もうやだこのおじさん。こいつマジ。気持ち悪い。ゴキブリじゃん。こいつ。ゴキブリ。パスんかいお前。死んだ。
充電させて、もうないよ。あ、使ってないの。うーわ、いる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 。あー、もうやだ、この履歴。机の、あれじゃん、後の履歴じゃん。なんで食らわなきゃいけないの、今入れて。この、食らってんじゃん。左行ってみますか、左。あ、もういっぱいいるよ。いっぱいいる、いっぱいいる。うわ、もう最悪、こいつ。確かあの左上の赤が光ってるんですよね。隠しとくこれ1個青になった。もう気持ち悪いわこれ。どこ行けばいいのか分かんないし、こんなん全クリする気になる。食らったよ。音がやな、音が。うわ、虐待、虐待、虐待。これどっち？分かんないけど。右？こんなとこに落ちてるエアドリンクなんて飲みたくないですよね。よく飲めるな、こいつ。ない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 。うわ、気持ち悪い。ゴキブリいるよ。東京ぐらいですか、これ。皆さん、ゴキブリの速さの人間が這いずり回ってるんですよ。うーわ、アパートも鍵すぎるよ。行けばいいのか。
地図なかったら本当やばいですよね。うわ、それ行き止まりかい。公園に行くことができない。公園に行くことが目的なのかな。これ悪夢やん。これ悪夢ゲーですよ。これ悪夢ゲー。人型のゴキブリ出てきた今。ふざけんなよ。まっすぐ右ね。まっすぐ右。絶対にはいけないよ。暗っ、めっちゃ暗ってるし、暗くしておきますか。いや、これライトなしで進むのは無理やと。なんだこれ、これライト、こんなとこ無理だよ。でさ、ライト多分序盤にあったのかなと思う。こんなとこにあれ出てきたら戦えないですよ。え？え？何？何今の？うっくしょ。どっちに向いてんのかな。無理だろ、何も見えない。こんな何これ、
の段階で行くべきとこだったのこれ。ライトないしさ。おおライト。買い物カートの中に何だ。ジャッカス。なんもない。何これ、なんかありようある感じだけど。え？なんか銃みたいなのあるけど。もしかしてアイテム持ってると取れない。叫んだよ。銃あるじゃん、そこに絶対。クソゲーだな、これ。絶対銃じゃん、これ。なんで取れない。わかんだよ、これ全クリスマスって。気が遠くなるわ、これ。ちょっとこれ一回、あのね、これ地図。アパートの地図。だとってライトがないので、ライトなしであの暗闇はちょっと無理でしょ。来る順序間違えてんだな。してくれれば分かりやすいんですけど、ちょっとこれは広大すぎるぞ、マップが。確かにリアリティはありますけど、広大な方がちょっと広大すぎる。どこにライトがあるかとか釘があるか全然分かんない。結局これ出なきゃいけないっていう。いやー厳しい。もう少しこのアパートを調べておこう。何か気になる。叫んだよ。暗闇で何も見えなかっただろうが。どんだけやらせんだよ。無理だよ、調べようねえだろこれ。こんな暗闇で何が喋るつんだよ。頭いかれてんだろこれ。私も
教えて。なんかノイズが聞こえるんだよね。いるいるいる、どこ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 。入れ、入れ、あ、入った。はあ、え？ライト。うおー、びっくりした。ライト取った瞬間、なんだよ。気持ち悪いよ。でもこの服は何だよ。反応がないの。ちょっと気味悪すぎないですか、皆さん。このゲーム、この扉を開けることができる。出口どっちだっけ。どこに行けばいいのかも分からないと。さっきこれで歩いてたわけですよね。来るぞ来るぞ来るぞ。来て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 来た来た。気持ち悪いのが来た。やる気にもならない。とっても前屈する気力が起きない。狭いしさ、もう閉所恐怖症の人、これ嫌だよね。ほらもう気持ち悪すぎるよこのゲーム。
かもう目の前にしたよ。いや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 、もうセーブするとこもわかんないしさ、これ来たとこ、さっきのとこですよ。もうちょっと気持ち悪すぎるんで一回止めます。